水曜日です。独立総合研究所青山茂春さんの登場です。青山さん、おはようございます。おはようございます。今朝は消費税についての話ですね。はい、その前に今朝実は富士スピードウェイっていうところにいまして。あ、そうなんですか。レーシングカーの走るワーンと音がちょっと聞こえるかもしれないんで、そこはちょっとご容赦ください。今は全然あれですね。はい、はい、大丈夫です。で、今坂井さんおっしゃった通り、今日は消費税の話取り上げたいんですけれども、はい、この頃消費税をめぐってはもう日にち毎日軽減税率の話ばっかりですよね。はい、そうですね。皆さんご承知の通り、2017年4月から消費税をいよいよ2桁の 10% にしたいと、はい、でそれでは所得が高くない方々に大変負担になるから、うん、食料品を食料については税率下げましょうと、はい、でそこまではいいんだけども、あんまりたくさん広げるとですね、肝心の税収が減っちゃうから。そうですね。自民党は生鮮食品だけにしてくれ、うん、あるいは実はそこに裏で、働きかけもあって新聞その他も入りそうなんですが、はい、で食料について言うと公明党は、いやそれじゃあみんなが困るからパンなどの加工食品も加えてくれということで、うん、ずっと自民党と公明党がいかに揉めてるかって話ばっかり報道されてる。はい、出てますね。はい、で僕のところにもリスナー読者からたくさん問い合わせが来てるんですけれども、はい、これって、要は2017年4月にやっぱり 10% にしてしまうって話が全く前提になってる、それちょっとおかしいんじゃないかという意見をいただくんですけれども、これ実はですね、前提になってないんですよ。へ、違うんですね。はい、そうなんですか。前提になってません。ほう、今お二人が驚かれるのは当然で、安倍総理が、うん、今度ばっかしは景気がどうであれ 10% にしますと、うん、言いましたから。言いましたよね。はい。だから、はい、それが重大な公約、はい、はい。重大な公約違反になるんですけれども、うん、総理の本音は消費増税凍結です。そうなんですか。これは、まあ、もちろん個人の立場ですけど、責任を持って僕は断言します。あ、そうですか。で、安倍総理だけじゃなくて、総理官邸の主だった人は基本的に、消費増税凍結です。で、僕自身も今回は再延期ではなくてですね、再延期だとマーケットの上げ足取られますから、うん、安倍政権は要するに財政規律に関心がないというふうに上げ足取られて、国債の思惑にもつながり、まあ、なかなかつながらないけれども、はい、可能性として考えなきゃいけないから、また延期って話じゃなくてですね、これもうズバリ凍結というのは、5から8に消費税率を上げまして、はい、その経済学者やエコノミストの理論は理論として、いろいろ難しい話は、それとして、現実に日本の消費者は物を買わなくなったんですよね。うんですね。で、資本主義は結局は個人消費が命なんで、はい、この5から8に上げて、これだけ打撃を受けて、うん、この時は上げざるを得なかったと僕は考えてます。はい、違う意見もあるでしょうが、でも 10% にするとですね、いつも申し上げてることがありまして、例えば、今桜井さんの目の前にマイクがありますけど、はい、そのマイクいくらかちょっと僕わかんないですけど、例えばそれが9780円とか、はい、細かい値段で、うん、ね、9786円とか、はい、で、その時に 8% って言われたら賢い日本人でもちょっと考えるけど、そうですね。1割になった瞬間に、あ、978円すぐわかろう。あーはーはー。これ必ず、今までの税率上げと違うマイナス効果を生むわけですね。ははー、なるほど。で、実際デフレから脱却できてませんし、うん、この総理の攻略破りは責任取らなきゃいけないけれども、総理の責任問題と経済は全然次元が違いますから、うん、凍結すべきだということを安倍総理ご自身にも官邸の中枢の方々にも、一民間人ながらずっと申してきました。うん、それで、例えば、すみません、違うラジオ番組に総理がお出になったときに、はい、海外要因によっては考えるということをはっきりおっしゃったんです。で、海外要因っていうのは、例えばリーマンショックみたいなことだけじゃなくて、うん、中国経済の崩壊現象も入ります。あ、なるほど。で、中国経済っていうのはリーマンの時と違って金融の話だけじゃなくてですね、日本でほとんど報道されません。なぜかというと、報道すると僕の留守の共同通信も支局閉鎖とか言われかねないですから。はは。報道の自由ありませんからね、中国は。本当はあ、したがって報道されないけど、どんどん工場が閉鎖になってるんですよ。あ、で、こういうのを実体経済って言いますけど、実体経済がこうやってダメになっていくと、もしも奇跡のように回復するにしても、何年も何年もかかりますから、はい、従って総理のおっしゃった海外要因っていうのは、もう2017年4月までに、この海外要因の高いリスクってなくなるわけがないんですよ。うん、
うん、そうすると冷静に考えるとむしろ凍結が本筋であって、したがって話を戻すとですね、はい、要するに軽減税率の話がまとまらないから、うん、10% にはできませんね、だから増税は凍結せざるを得ませんねと、うん、いう話に持っていきたいっていうのが実は安倍政権の主流派の考えなんですよ。なるほど、ただし半身の構えで、様子見もあってですね、その事故の連立が煽りで壊れるようなことはしないと、はい、だからまあ総理官邸から例えば今景気が少し良くなってきてて税収増えてんだから、はい、うん、それを財源にして公明党の言うことを聞けばいいじゃないかっていうのはですね、要するにメディア向けのサービスの発言も出たりしてるわけですけれども、はい、本音は軽減税率を導入できないんだったら 10% に上げたりすると、うん、低所得の方が特に困りますよね、うん、そんなことはやめましょうって話に持っていきたいというのが本音なんですよね。じゃあ今行われている自民と公明党の話し合いってのは何なんですか。じゃあすみません、軽減税率に関してのこれははっきり言って政治につきものの、はい、見せかけパフォーマンスですね、そうなんですか、はい、うん、それで、はい、もう時間がなくなってきましたけど、はい、もう一つやっぱ僕ら有権者が考えておかなきゃいけないのは、うん、その選挙なんですよね、はい、で今年すいません来年夏7月に参議院選挙が必ずあります、はい、でその時に衆参ダブルやるんじゃないかってことだと前から言われてたんですけど、はい、これも僕の責任であえて申しますけれども安倍総理は本当に考えてなかったですよ。ダブル選挙やるつもりなかった。おところがですね、急激に今変わってきたんです、少し考え始めてるんですね、はい、で昨日夕べ、かつて自民党の総裁選挙にも打って出た若手の、まあ、著名な議員にこれ聞いたら本当は衆議院解散なんて やるべきじゃないけれども、うん、しかし青山さん本当に、分からなくなってきましたねって言われたんですよね、うんうんうん、はい、でこれはその通りであってどういうことかというとですね、もしも消費増税凍結するんだったら先ほどからあの話に出ました通り公約破りですよね、うん、はい、それも重大な公約破りですね、はい、ということは国民に意見聞かなきゃいけませんね、うん、だから衆議院解散だという面目は立つんですよ。なるほど。そうやって解散されると民主党は困りきりますよね。というのはじゃあその増税やめるから凍結するから解散するって言われて選挙になって、うん、じゃあ民主党は増税しろって言うんですか。増税しろって言うと、まあ、大打撃ですよね選挙戦は。そうですね。じゃあ逆に安倍さんの公約破りは正しい凍結すべきだって言うんそれそうだそうだそうですね、はいはい、どっちとも言えなくなっちゃうでしょ、はいはい、しかも来年の7月まで行くとですね、その来年の3月から安保法制が施行されますけど、はい、施行されたかといって例えば急に戦争になったりそんなことが起きるわけはないんで、うん、安保法制のダメージっていうのは相当実は軽くなるわけですよね来年夏になると。あ、じゃあここで一気に解散総選挙をかましてダブル選挙をやって改憲勢力を衆参で3分の2確保するかっていう考えが、芽吹き始めてる。でそこに橋本徹さんという改憲派が大阪のダブル選挙で大勝ちしましたから、はい、それも実は原動力になって今政治の節目がですね消費増税凍結とダブル戦もあるかもしれないという方向にこうダーッと潮が水面下で動き始めている。表面上まだ波がはまってないけど表面上の波はさっき桜井さんがお聞きになった通り実は見せかけの波であるというのが今の政治です。いやしかし全部つながりますねそれはね。そうですね、はい、青山さん最後にお聞きしますけどなんで今レース場にいらっしゃるんですか今日は。実は土曜日に公式戦に僕は出なきゃいけないことになってて。え、そうなんですか。はい、下手くそなレーシングドライバーでもあってですね、本当に下手なんですけど。いや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 、練習全然できてないんで、はい、にわか練習を、今やらなきゃいけないんです。あ、はい、もうそこに向けて準備をしてるわけですか。これ電話切ったらすぐにあのマシンに乗ります。来週じゃあぜひその結果を聞かせてください。無事に生きてれば。いや、はい、大丈夫です、はい、楽しみにしてます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。独立総合研究所青山繁晴さんでした。